きねつけたら全然充電全然なかったからびっくりした。でね携帯からやろうと思ったんですけど携帯も充電全然なくてどっこいどっこいだったからタブレットを取った。で充電してます今。だから充電しながらなのであんま長くできないかもっていうことです。こんばんは。今ちなみに 33% です。ちょっとやばいでしょ。でもさっきまで32だったんだよね。 1% 上がった。言うても 1% くらい。本当にやばいんですよ充電が。選ばれたのはそうタブレットでした。はい、日曜日オンラインお話し会そうよろしくお願いします。ぜひぜひって言ってももう受付終わってるのか。じゃあ皆さん会えるの楽しみにしてます。関東だけど今日雪降ってた。お、なんかツイッターで見たよ。雪めっちゃ雪みたいなトレンド入ってたの。可愛いなと思った。トレンドのなんか入ってるワードがなんか可愛いなと思って見てました。今日はね寒いよね。あ、学校行ってきましたよ。印鑑押しに無事でした。印鑑をねちゃんと今日は押しに行ったのでもうやること終わった。積雪3月で雪ってさどないじゃない。今日歩いてたんですけどもう春休みだからさ世間は人が多いなって感じました。そう桜開花したのにねもうなんかあれだよね。まだ雪降ってるのが不思議な感じがします。とてもの山の方でもまだ雪降ってるの。でも新潟とか北海道は結構まだ雪降ってるイメージが自分の中であるけどでもあれさあ東京とかってなかなかないからすごいさあ不思議な感じがする。博多駅学生多いよね今。天神もだけど今日なんか歩いてたら後ろにいた女の子2人組がなんか可愛い制服着て歩いてるのを見てほっこりした。可愛いなと思って見てた。26日初めましてなんですか。楽しみに待ってるね。じゃ確かに今年は今年入ってから東京雪多かったですね。確かに私も実家帰ってる時に一回雪に遭遇して友達とちょっと家の周りの雪をね触ったりしました。踏んだりなんか雪の中歩くの結構好きなんです。あの踏んだ時のなんて言うんですか感触なんか何とも言えないあの感触がめちゃめちゃ好きです。相変わらず人間観察、いやなんかそう人間観察っていうのか分かんないんですけどパッと目に入っちゃって可愛いなと思って見てた。これはあれかな人間観察に入るのかな。そう足跡つけるのめちゃくちゃ好きです。私もなんかまっさらな何も崩されてないとこに思いっきりあの入ってくのが好きなんですよ。だから
倉駅のあかりちゃん、小倉から離れる前までしっかり毎日毎回見てた、ありがとう。小倉駅のあかりも今月末でもうね終わりなのでなんか前ファンの方のツイートかなんかかな、で私のあのパネルが21時退社ということを知って結構じわじわ来た。21時になったらあれ片付けられるらしいです私。だからなんかそのじわじわ来ました。あかりちゃん好きすぎてあかりちゃんのおたか作った、本当ありがとう。じゃあいっぱいそれに思い出記録してって。最初から小倉って読めた、バカにしてるね。あーちゃんが仕事聞いてると聞いて、あ違う、めちゃめちゃ混ざった。配信してると聞いて仕事切り上げたの、お疲れ様です。今日もらしいですよ、21時までにが私のそのパネルの勤務時間らしいです。 YouTube ねお楽しみにしててください、ゆぶきとの旅。へえ、窓口がその時間なんだ、緑の窓口。だから今私のパネルは絶賛お仕事中ですよ。まだ門限あるんだって、それ見てちょっとジブジブきた。なんか毎晩緑の窓口の方がこう私を持って片付けてくれてるのかなと思ったらちょっとじわじわ来ちゃったけど、なんか可愛いなと思った。それも今日は寒かったですね。でもなんか夜っていうか夕方の方が寒くて、お昼とかは暖かかった。これだけで今日外出たんですけど、まあこれ結構厚着だからさ寒くなかったのかもしれないけど、昼はこれでちょうどよかった。大人っぽくなりました、ありがとう。看板は期間が終わったらどうなるんだよ、だろうおしまいですね。前歯がないあーちゃんに癒された、あーインスタ載っけたやつあれ昨日ね出てきたんですよ、入学式の時の写真で、あのインスタに載っけました。なんか出てきたから、ストーリーならまあ24時間で消えるからさちょっと気楽なのよ。インスタの写真足長すぎて大拍手やった、本当あれはカメラマンさんのあの撮り方のおかげで足が長く見えております。スマホをこう逆さにして撮ると長く見えるんですよ。でなんかカメラマンさんに写真撮ってくださいって言ったら、全身撮ってくださいって言ったら何も言わずにこう逆さまにしてくださって、さすがすぎるってなった。うちはぜひ持ってきて、目に穴が開くほどだっけ、見ちゃうよ日本語合ってるか分かんないけど、でも穴が開くほど見ますよ。それでさ昨日インスタのストーリーにさあれ載っけたじゃん、そのさっき言ったちっちゃい頃の私と私を載っけて、その後にその後にそのさインスタの足が長く見える写真を載っけたから、すごいなんか成長日記みたいになっちゃった。29日は泣く準備できてる、もう準備も何も必要ないですよ、絶対泣くもん。なんか昨日ねリミカの卒業公演のメンバー出たじゃないですか、それに伴って資料来たんですよ、その誰がどこのポジションですとかが来て、あーもうそんな時期かーってなってちょっと寂しくなったよね、なんか寂しくなりました。もうなんかそんな時期かーって来週でしょ、だってだからさあ寂しいなって思って、
か実感ないね。リミカがさ HKT から卒業するのが、だからそうリミカがいないなんか HKT 想像できないなってすごい思います。そう1週間きっとね早いもんね。そうそのこの1週間で結構割といろんなスケジュールあるから1日が多分あっという間に感じて、気がついたら29日になってるんだろうなって29日ねなってるんだろうなって思うとやっぱ寂しいしさ、もう気がついたら3月後半だし、なんか一日一日もっと大事に生きていきたいなって思うんですけど、昨日休みで12時過ぎに目が覚めて一日がすごい短く感じたから、やっぱ早起きって大事だなっていう、本当にね昨日は遅くに起きちゃったから気がついたらもう夜で、あれもうこんな時間ってなったから早起きは大事だな。でも早く起きれないからさ、お仕事がないと。そうリミカとはずっと本当に一緒だったから、なんか余計にこうさ寂しくなるなって。医師で一緒に選抜入ってドゥラブミーまで2人ともずっと選抜からありがたいことに抜けることなくここまで2人で一緒に来れたじゃないですか。だからそれがすごい嬉しいんですよ。だからその分こう選抜メンバーとして何かお仕事をするときは絶対にリミカがいたから、なんかこれからいないのかと思ったらすごい寂しいですね。やっぱ同じタイミングで入ったからなんか安心感がやっぱ強いというか、私リミカがなんか明るいから緊張しててもなんかリミカ見たら全然緊張がいい意味で吹っ飛ぶから、なんかそうリミカが明るくポジティブに何でもやってるのを見るとなんか自分も緊張吹っ飛ぶし、だからねちょっと寂しいよ。そうだからすごい寂しい。二人とも医師の頃ってあのなんだっけ、医師の頃は本当に人見知りっていうか全然話しかけにもいけないし、まだこうさ心を開いて喋る先輩が少なかったから全然もう猫かぶってたから二人で話すことが多かったんですよ。何をするにも空き時間も二人でなんかさスノーに入ってる面白いエフェクト使って写真撮ったりとかずっとしてたからもう話せないからさ他の先輩とかと緊張したりしてさ、2人でずっとなんか縮こまって写真撮ってたのめっちゃ思い出した。懐かしいなと思って。リミカにも仮猫時代あったよ、めっちゃあった。でも多分もうリミカの卒業公演までショールームすゆっくりできる時間なさそうだから今日いろいろ話そうと思うんだけど、なんか初めて選抜入ってリミカがね、で東京で MV を撮ったから飛行機乗りますってなって、確か3泊とか2泊とかくらいだったんですよ。でリミカもまだお仕事で東京行くのがほぼ初めてみたいな感じだったから LINE で「あのあかりさん」って言って「キャリーで行きますか?」来たんですよ。だから多分2泊だとリミカすごい荷物少ないからこう大きいカバンに詰めて持ってこうか、それとも大きいキャリーで行くかすごい迷ってたらしくって、どっちで行きますかって聞かれたり、その頃はまださん付けだったリミカは。そうだからその飛行機とか乗る時もリミカと一緒に乗ったりとかしてたなって思って、
で、そう、その頃なんか同室、そのホテル泊まるってなったから同室が誰だろうって話になったんですよ、ゆみかとね、 LINE で。でなんかたゆみか、あかりさん以外と同室だったら本当に気まずいで喋れないですみたいな言ってて、めちゃくちゃ懐かしいなと思って、そのあかりさんって呼んでるんだよまだ。でしかも私以外話せる先輩がいないっていうさ、時代があったのが懐かしいの。それでまあ2人で一緒に同室で、それで同室になってめっちゃ覚えてるのがね、私がコンビニとかに売ってる当たり目あるじゃないですか、お酒のおつまみとかによく食べるような当たり目があって、私それめっちゃ好きなんですよ。でリミカのホテルの部屋行って私がそれ食べてて、それ美味しいんですかって聞かれて1本あげたのよ。そしたらそれ以降リミカがめっちゃハマったんですよ、それにね。なんかその話、それがめっちゃなんか自分的に思い出深いっていうか、なんかわかんないけど、なんかそれでめっちゃハマってて可愛いと思った。医師の頃はなんかもう思い出が詰まりすぎて本当にいっぱいあるよ。なんか2人のシーン撮った時にまだそこまで仲良くないじゃん、今みたいに仲いいわけじゃないし、なんかまだちょっと壁、先輩と後輩のなんか壁があって、2人のシーン撮る時にね、距離めっちゃ近づかなきゃいけなかったの。もう本当に鼻と鼻の先が当たるんじゃないかみたいな時に、なんかそのシーンの時に本当に顔近くてもう気まずかった思い出ある。そんな人とこんな近くにさなることないじゃん。で2人とも初めてのさ、まあ HKT だと初めての MV だったから、もうお互いなんか変な空気になってたのを思い出しました。懐かしい。最初敬語だって。でもなんかタメ口で話してきてくれるのが嬉しかった。あれはマジで懐かしい。 MV に映ってたっけな、覚えてないけど、もし見返した時に思い出してください、この話を。もう医師の頃は本当に思い出が一番多い多分。他もずっとリミカと一緒だけど、でも医師がやっぱ一番思い出多いかな。そう、懐かしいな。なんかそう、最後までリミカがの卒業まで一緒にずっと2人で選抜で活動できて幸せだなって思いました。なんかやっぱさ、こうお互いなんて言えばいいんだろう、さ選抜入って次やっぱ選ばれるかってすごいいいメンバー不安なんですよ。でなんかお互いにもう私多分次無理かもしれないみたいな話をした時があったんですよ、2人で。でも無事に2人ともその時入ることができて、すぐ LINE した。もうメンバー来てさ、不安だったから正直。そのよくあるじゃないですか、あのシングルを発売しますって言って選抜メンバーは後日知るみたいなのがよくあるじゃないですか。君どことかもそうだったんですよ。だから先に発売だけ発表されてだから、そう、それで結構2人ともなんか大丈夫かなみたいな、多分無理かもしれないみたいななった時期があったけど、でも今ここまでずっと一緒にいれたからすごいなんか嬉しいなって思います。なんかいつも選抜メンバー来てから一番に LINE してたのはリミカだったなってすごい思うかな。
リミカと同室だったことありますよ。でもなんか医師と医師以来かな、医師とかの時以来からだんだんコロナとかになってホテルが一人部屋になることが本当に増えたから、多くはなかったけど、でもリミカと部屋が多分近かったのかな、ホテルでエアドロで写真送られてくることは何回かありましたね。そう、よくエアドロは来ますよ、リミカからたまに。でもなんか握手会とかで東京行っても、その時はなんかメンバー全員で行ってたから、リミカの同室も大体5期生だったから、本当にあまりなくなっちゃったかな。ガリちゃんの後輩になりたい、嬉しい。なんかそうやって思ってくれるさ子がなんかいるのが嬉しいな、あかりも。ちゃんとの思い出、最近の。でもあんまり会えてないんだよね、公演かな最後に会ったのが。だから本当に最近はなんかあんまりないかも、エピソードが。会えてないからね。最初に同室になった先輩はトヨさんですよ。トヨさんです。誰と一番仲いい、みんなと仲いいけど、みんなと仲いいけどね、誰だろう、よく話すのはやっぱドラさん、同期とトヨさん、モカちゃん、ユーナさんとか。でも最近だとマイちゃんが多いかも。なんかオンライン拍手の時に部が同じなんですよ。14時から始まって、確か14時だっけ、14時から始まって20時くらいまでなんですけど、同じスケジュールでメイクしながらずっと喋ってた、この間。でも HKT はみんな仲いいです。花さんとの絡みみたい。花さんはガリが前に元気ない時に、私めっちゃピスタチオのお菓子好きなんですよ。そしたらなんかその期間に売ってたピスタチオのお菓子をジップロックにたくさん入れて、くれたんですよ。めっちゃ優しい。しかもジップロックに入ってるっていうのがまた可愛くてキュンってなった。可愛いよね、めちゃくちゃ嬉しかった。でもなんか去年かな、2021年ぐらいからなんか花さんと一個距離が縮まった気がします。とっても、優しいよね花さん、かわいい。そう、でもよく私花さんと好きな味が一緒なんですよ。ピスタチオとずんだ好きで、なんかこの間あかりちゃんって言われて、パッて見て2人で目合って、多分同じこと言おうとしたんだろうね。ローソンのずんだって2人で言ったんですよ。なんかその時にツイッターでローソンからずんだの商品が出ますっていうツイートがあったんですよ。で多分それをお互い見て会った時に2人で目合ってその話して、でもそれ東北限定だよねみたいな話をしたのを覚えてる。ずんだの2人とも同じ味が好きだから、ピスタチオとか。前なんだっけな、なんかのピスタチオ美味しかったよとか教えてもらった。お芋さんとも似たような話してる。花さんとお芋さんはもう完全に私となんかピスタチオの話をずっとしてます。ずんだとか、ピスタチオのジェラート美味しいの？本当？やば、ジェラート絶対美味しいやん。今日ローソン行ったらね、
ずんだ餅が売ってた。だからちょっと気になるなって思った。はなさんはいつも誰よりも帰る支度が早いめっちゃイメージがある。そのじゃあでもまだ意外といけそう。これ今何パーなんだろう。けどまださあれ出てきてないの、あと 20% ですみたいな。 20% になったらこうさ画面に映るじゃん。それがまだ出てないから多分大丈夫だと思う。福岡空港の中にあるジェラートのお店多分あるんじゃない。あれ美味しいよね、いろんなとこにあるけど。ギリギリ維持してるのかな。どうしよう、 21% とかだったら今。アンドロイドは 15% なんだ。へえ。あ、そうです、昨日ディーヌさんのメデル会ショールームに実は電話で出演しまして、あの電話で出演したんですよ。リアルタイムで聞いてた方いますかね。私本当に初期からリーヌさんの顔が大好きで、マイコムさんとユキちゃんとリーヌさんのあの写真をね撮ってたんですよ。実は陰でこうやって撮ってた。それがあの意外とフォルダに多いんですよ。そうしたらちょっと会員と認められたので、卒業まで、まあ卒業してもリーヌさんのめでる会の会員でいたいなって思います。あーダウトのパートめっちゃわかる。でも私がリーヌさんの制服の目で好きなところは、あのなんだっけ、あの曲アンテナだ。アンテナでリーヌさんと私ねあれするところがあるんですよ。あのなんだっけ、あっち向いてほいするとこがあるの。その時のリーヌさんのじゃんけんの仕方がめっちゃ可愛いんだよね。卒業公演でさあリーヌさんのとこ映ったら私の好きなポイントだなと思って見てください。ぜひ。クルタン最近距離近くなったね。そうだね、確かに。オレンジかな、オレンジドラブミーで多分仲良くなった気がする、前よりね。私今回もツアーがクルタンと一緒になることが本当に多くて、曲のポジションが近かったりとかで、本当にレッスン上でクルタンに会うことがめっちゃ多いから、気がついたら私の斜め前にクルタンいたりとかが多いから、なんかまた今回のツアーでもっと仲良くなれそうだなと思って楽しみです。でもねクルタンはご飯を美味しそうに食べるところがめっちゃ好き、可愛い。ご飯食べてる姿がめちゃくちゃ可愛いんだよね。リスみたい。そうリスなんだよ。なんか小動物感本当に半端ない。なんかなかなかご飯食べてるとこをさファンの方は見れないじゃないですか。でメンバーだからちょっと見れちゃうんですよ。もうクルタンが美味しそうに食べる姿が本当に可愛くて、何でもなんか与えたくなるんですよね。やばい、くるまれそう。私もうくるまれてるもん。耐えたくなる、マジで可愛い小動物だよ。でも年上だからさ、クルタンの方が。スプラトゥーンさん楽しみよ。1と2やってきた人としてはめちゃくちゃ楽しみなんだが、今福岡いるんだけど、福岡ってだけでテンション上がってる。本当？福岡のね、福岡のどっかしらにいるよ、あかりが今
今は福岡のどこかにいます。どこかにいるよ。探してね。福岡詳しくなった？なんてない気がする。いつも同じとこだから、この範囲が。なかなかいろんなとこ行けないっていうか、勇気でなくてあんま行かないんだよね。会いたいね。でもツアーで会えるでしょ。探してね。ほんとどっかしらにいるからさ。旅行行くから、見つけれたら皆さんのうちは見つけるので。でもね、今の目標はツアーまでに眼科に行く。でコンタクトの度数をちゃんと正す。今あんまり合ってないから、劇場の大きさだったら全然はっきり見えるんだけど、ツアーになったら劇場よりはるかに大きくなるから、とりあえず眼科に行ってしっかり度数を合わせようと思いました。コンタクトの度数を上げます。今合ってないからあんまり。大事じゃない？だってみんな来てくれるんだったら見たいじゃん、ちゃんと。だからちゃんと合わせようと思った。じゃあみんなが遺跡で私を見れるように毎日お祈りしてください。でも私はどちらかといったら度があんまりこうぴったり合ってない方がいいんですよね。見えすぎたらちょっとなんか嫌だなって、クラクラすることがあるけど、程よく合わせたいから眼科行こうと思った。楽しみですね、ツアーが。意外ともうあと少しなので、横須賀終わって終わったーってなったら2日後にもうさ渋谷だから、すごい楽しみですね。リミカの卒業公演当たるように念送ってほしい。おりゃ、最善の景色ってどんなんなんですか。めっちゃ近そう。じゃあ今度ツアーのステージでリハするときに、自分が出ない番のときに一番前で見てみよう、どれだけ近いか。それでみんなにちょっと最善マウント取るわ。嘘嘘、最善のレポするわ。こんなだったよって。どこを見ていいか分かんなくなる。分かる、近すぎるとさ、近すぎると確かにどこ見たらいいんだろうってなるよね。見つけたら探査するよ。嬉しい。なんでそんなに可愛いのって言いたくなるくらい可愛い。あーちゃん本当ありがとう。豊永あきちゃんのここだけは直してほしいところは、なんか何でもできるとこずるいなって思う。あと可愛いのに可愛いって聞いてくる。もうね、聞かれなくても可愛いって言いますよ。だって可愛いもん。博多座の最善は首がいかれます。そんな近かったっけ。
そうね、6期生早くね会えるといいね。頑張ってほしいね。今いろいろとさっきツイッター見てたらさ、公式アカウント行ったらなんかいろいろ始まってるみたいだから頑張ってください。かわいい子のかわいい。サッカーで手使うくらいずるすぎる。確かにわかるかも。どんな子が入ってくるか楽しみですね。へえ、朝ですで横浜の子いるみたいだよ。へえ、そうなんだ。でも私本当5期生の時もそうなんですけど、愛知に神奈川出身同じだからどこ住んでるって聞いた。まず一番最初にどこ住んでるって聞いちゃったかもしれない。地元一緒だとやっぱその会話になるじゃん。だからなんて呼ばれたい？あかりちゃん。でもあかりっちも誰か呼んでほしい。リミカがさあ卒業するから、ちょっとあかりっちを誰か引き継いでほしいなってすごい思う。全然5期生でもいいんだけど、もう本当にあかりちゃんとかあかりっちって呼んでほしい。ね、意外と充電持ってるね。今ふと思った。え、すごいよ、めっちゃ持ってるじゃん。でも多分これさ、配信終わって見たらめっちゃ充電少ないんだろうなって思う。カリッチーって呼びたかった？じゃあいつでも呼んで。後輩じゃなくてもカリッチーって呼んで。ゆうきからあかりちゃん、それはもうあかりが呼んでって言った。5% からがの粘りがすごいの？マジ？私ね、いつも iPhone とか 20% 切ったらね絶対充電するんだけど、リミカって 70% 切ったら充電するんだって。70は早いよな。私は20か30でも、30切ったらちょっとそわそわしだして、20切ったらさすがにこれ充電しなきゃと思って充電するけど、充電しながら携帯いじったらバッテリー良くないっていうね。でもなんかやっちゃうからさ、結構多分私のバッテリー懲らしめちゃってると思う。最近スマホ落とした？ま、よく落とすよ私。でもちょっとケチらずにね、いいフィルムを使ってるので画面が割れることはなかなかないです。フィルム割れるはよくあるけど、あの画面が割れることはないですね。20ちょっと不安になる。ディズニー帰り、あのスマホの充電やばくて、でモバイルバッテリーもちっちゃいのしか持っててなかったからもうなくて本当にやばかった。親とね連絡するのに必死だった。最近顔にスマホ落とした。落としたよ、一昨日くらいに落とした気がする。目の上に落として本当に痛かった。よくない、こうやってさ寝ながら携帯いじってたら手滑ってゴンって、めっちゃあるの私。だから痛かった、とっても。でも全然目は大丈夫だったんだけど、結構あるあるなの、こうやってやってたらそうタイムリーなのだから、そう本当に落としちゃうんですよ。前までスマホにリングつけてたんだけど、そのスマホカバーがちょっと汚れちゃったから変えた時に一緒に
やめたんですよ、リングつけてたのが。だからまたつけようかすごい迷うんですよ。あとリングつけてたら机の上でこうやってスマホ立てられるから便利だったなと思って。スマホケースは透明のやつ使ってる。なんか可愛いスマホケースをねずっと探してるのよ。でも私 iPhone11 だから、11って11だよね、11か、11だから、もうねスマホカバーの種類がなかなかなくて、今はずっと透明のケースを使ってます。もうなんか可愛いと思っても大体12か13だから、なかなかいいものに出会えず、結局透明のままでいいかと思って。前まで透明のアイフェイス使ってたんだけど、アイフェイス一回外した時にねパリンって割っちゃったのよ。透明のアイフェイス使ってたから、だから割れちゃって、それ以来結構使うのやめて、今はもうずっと透明。ケイトスペード可愛いよね、カバンも可愛いし。割れちゃったのよ、透明のアイフェイス結構気に入ってたのにパリーンって言っちゃったから、透明のあの柔らかくないやつ使ってます。硬いやつ、ハードケースっていうんですか、なんかさシリコンのケースって黄ばむじゃん、それがね好きじゃなくて。私白の携帯だから黄ばんでるのめっちゃ目立つから、ハードケースにしてます。柔らかくない方ね。割れちゃったんよねアイフェイス。私の多分取り方が怪力だったのかな。声癒される、本当？トンボは苦手ですよ私ね。トンボにはねもうねいい思い出がなくて、まあ、当たり前だけど、トンボ学校の水泳の時間の時にね肩にトンボがついたんですよ。それで本当に嫌になった、怖かった。小学校の頃の話です。まあ、虫全般苦手なんですけど、トンボはもうここについた、トンボじゃないな、セミだ、あごめんなさい全然違う、今の話忘れて。トンボは嫌いだけど、うん、あんま思い出ないわ。セミだったわ、セミでした、ごめん忘れました。でもトンボってこうやってさ指をさ一本指さしたらさ止まるって言うよね。だからよくこうやってやってるさ人いません？小学校とかで。でも本当に止まるじゃんよく。水泳の時間は本当にトンボとの戦いだったな私は。よく飛んでるから、夏だからさ結構怖かった。なんか去年の JR 九州さんの撮影でオグシ号とか行った時のことなんだけど、めっちゃトンボ飛んでて怖かった。そう意外と怖がりなんですよ虫。なんかすばしっこいビュン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 飛ぶのがなんか怖いんだよね。そういぶきがめっちゃやんちゃだったやつね。ちわたには行ったね。ちわた食堂なくなっちゃうみたいだね、最近知った。寂しいな、美味しかったし、めちゃくちゃみんなにも食べてもらいたかった。なんかちっちゃい頃は虫いけたんだけどね、なんか土に埋まってるミミズとか全然触れたのに、もうアリすらも触れなくて、何があったんだって思った。このミミズ触ってた時代から今まで、なんでだったんだろう、何が起きてここまで虫触れなくなったんだろうって思って。
大人になると触れなくなるのあるある。そうなんだ。なんかちっちゃい頃は好き嫌い多くて、でも虫は触れたのに、大人ってか大きくなったら虫触れなくなって好き嫌い減った。でもそれが一番いいよね、好き嫌い減ることがいいよね。でも虫触れないとお家にゴキブリ出た時どうしようと思うの。だからちょっと虫には強くなりたいんだよね。でもまだ現実世界で家にゴキブリが出たことないから、自分がさいつかこう一人でいる時にさゴキブリ出たらどうしようってめっちゃ思うんです最近。なんか外にゴキブリがいるとかだったら見たことはあるんですけど、家の中にまだ出たことないから、動物の森だったらさ踏んづけちゃえば終わりじゃん。現実世界そんなこといかないからねって思ったら、動物の森のさあれすごくない？踏めばいいんだよ。ただって思ったらすごいよね。足の裏ほんとどうなってるんだろう。わかる。あと木揺すって蜂の巣出てくるのもすごいなって思うけど、現実世界でもしさ現実で動物の森やったらおもろそうじゃない？釣り行ってさ魚のシルエット見えたらこうやって竿回すだけで釣れて、木揺すったらお金出てきて、雨の次の日に土掘ったら埴輪出てきてすごい世界だね。でもおもろいよねそれが。でもたまに雨の次の日には落とし穴あったりするし、なんかもう面白いな。石を叩いたら鉱石出てくるし、鉱石売ったらお金になるしとか。虫苦手だから一生釣りします私もう動物の森でね虫釣り苦手だった、すぐ虫逃がしちゃう。あと夜に南の島行ったら高い魚と虫取れるから、いつも夜に動物の森やってた。あとタケノコ植えたらめっちゃ繁殖わかんない、なんかめっちゃ増えるタケノコ本当にめっちゃ増えるから、一箇所植えたらもうどん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 増えてくから、木切り落とさないとめっちゃ大変だったイメージある。でも斧って金の斧じゃないと無限だじゃないから、金の斧と金のスコップは最強だった。壊れないもんだって。クモね高かったね。でも蜂の巣って意外と高いんで500円するんだよ確か。あのタケノコタケノコニョッキキチニョッキ、小学校の頃これしたな。あんまルールよく分かってなかったの当時は。今はもうさ分かるけど、あの時あんまりよく分かってなかったな。かぶっちゃ負けだもんね、一ニョッキって言った後に2位言う人がかぶったりしたら。たけのこご飯食べたい。うわー炊き込みご飯食べたい。たけのこあんま食べれないんだよね。だから炊き込みご飯、美味しい釜飯が食べたいかもね。本当は金は柔らかいので斧には向かない。え、そうなんだ。じゃ金の斧とか、じゃもう動物の森じゃもう硬いんだね金は。カモメシいいね。鳥、そう鳥カモメシめっちゃ食べたいの。なんか疲れた時に何食べたいくなるのが多いかなと思ったら、あったかい鳥の炊き込みご飯が食べたいなと思うことが最近めっちゃ多い。あら飛行機が、飛行機ヘリコプター？
すごいすごいなんか元気元気。海の幸なら食べまくりました。私本当に最近お寿司が好きなの。もうお寿司が大好きなんだ。飛行機かな。春が来た春が来た。これ歌っちゃやばいね。どこに来た。じゃあそろそろランキングを読みマウス。ありがとう。13位が YMST さん、12位優しいおめめさん、11位ジムさん、10位がカズオさん、9位が一味さん、8位がリドルさん、7位がタクちゃんさん、6位がルートさん、5位が内鉄さん、4位がはやった、3位がアキラさん、2位がコムさん、1位がミオタンさん。ありがとうございました。他の皆さんもありがとうございます。いっぱいコメントくださってくだたってありがとうございました。今日なんで上まで手上げられないかというと、ここまで上げたら白飛びするからです。ここまで失礼いたします。今日からまた1週間頑張ろうね。週末はお話し会があるから、参加される方は1週間頑張って、それに向かって。参加しないよって方は、カリが週末ツイッターに写真をあげるから見てね。ありがとうございました。それじゃあ